第10代ダービー伯爵ジェームズ・スタンリーは、イギリスの貴族、政治家。1702年まで、ジェームズ・スタンリー閣下の儀礼称号を使用した。第8代ダービー伯爵チャールズ・スタンリーとドロシア、ヘレナ・カーク方便の次男として、1664年7月3日に生まれた。セント・ポールズ・スクールで教育を受け、1685年、イングランド総選挙では兄に当たる。 第9代ダービー伯爵ウィリアム・スタンリーの意思を受けて、クリセロー選挙区から出馬、庶民議員に当選した。その後は1689年、イングランド総選挙で、プレストン選挙区に、1690年、イングランド総選挙で、ランカシャー選挙区に倶楽して、いずれも当選を果たした。議会では常に、ホイック党の一員として投票した。 1689年から1702年まで、ウィリアム三世の進出区内官を務めた。しかし、ジェームズ・スタンリーは、軍人の道を歩み、1688年に大尉として従軍、以降1692年に大佐に、1702年に准将に、1704年に少将に昇進した。彼は、大同盟戦争では、アイルランドとフランドルを転戦。 1693年のネールインデンの戦いと1695年のナミュール包囲戦に参戦した。1702年11月5日、兄の死去に伴い、ダービー伯爵を継承した。1706年6月10日に、数密顧問官に任命され、同年から1710年まで、ランカスター公領大臣を務め、また1702年から1710年まで、 ランカシア党官を1702年から1712年までランカシア副帝督務めた。1710年のランカスター公領大臣とランカシア党官秘免に伴い政界から離れたが、1714年にランカシア党官に復帰、1715年から1723年まで国王親衛隊隊長を務めるなど名誉職は続けた。 1732年、ストレンジ男爵を継承した。1707年から1708年と1734年から1735年の二度に、渡って、リバプール市長を務めた。1736年2月1日に、ノーズリーで死去、オームズカークで埋葬された。マンキョ教とストレンジ男爵は、第二代アソル公爵ジェームズ・マレーが、ダービー伯爵は、 第5代順男ジャクサーエドワード・スタンリーが継承した。1705年2月、メアリー・モーリーと結婚、一難を設けた。ありがとうございます。